じゃあえー、と第2部あ勝手に読んでますけど、えー、佐藤智恵さんの「老族」からですねお楽しみください「松谷美代子現代民話よりしびと水カラスが鳴いていましたそれもただの鳴きようじゃない家中の門がハッとしていろりの旗から降りて」 表を見たんです私は土間にいましたからすぐ外へ飛んで出ました驚いたの何のって一体何事が起こったってんでしょう角口から出た直き左手の井戸のある手前に柿の木が一本植わってるんですまだ背が低くて私の背とどっちどっちでしたからほんの赤ん坊の柿の木なんです もう冬です木の葉が落ちて裸になってるその柿の木にカラスが何十羽ええ木がしなって折れちゃうんじゃないかっていうほど真っ黒にたかって座り込んでるのもいるしバタバタやってるのもいるしガー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 その気味の悪いことったらありゃしません言葉にもならない変な声を私が出したんでしょうか おじいさんとおばあさんと何か相談事があって来ていたととやのおばさんが飛び出してきました飛び出しては来たもののこの異様な風景に釘付けになっちまったみたいにみんな立ちすくんじまったんです高い木ならわかりますお宮の杉の木の上なんかそりゃあもうカラスが集まってギャーギャー騒いでますからなんてこともありません でも、大人の背丈より低い柿の木に集まってるカラスは不気味で。なんちゅうこっちゃろう、カラス泣きが悪いわ。なあ、おじいさん、おかしいわ。おばあさん、顔色が変わっていました。そんならわし、これで戻ります。父くれる時間だで、ごめんしてくりょ。 トトのおばさんは腰をかがめると小走りに走り出しましたあ私たち思わず叫びました走り出したトトヤのおばさんの後をじーっと見ていたカラスが突然一斉に飛び立ったんですそうしてまるでトトヤのおばさんを追いかけるように前になり後になりバタ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 ,バタ ついていくじゃありませんか。ととやのおばさんは両手を差し上げて、しーっとか、こらっとか言っているんでしょう。カラスを見上げ見上げ、必死で走っていく。その上を真っ黒になって、カラスは飛びながら、白い道をだんだん小さくなっていきます。その恐ろしい風景といったらありゃしません。 何かあったのはもしかしてトトヤの振り返るとおばあさんとおじいさんも顔を見合わせて息を飲んでいますええー、今でもね木枯らしの道をカラスに包まれるように遠ざかっていくトトヤのおばさんの姿はまるで悪夢のように私の目に心にこびりついています ガーガーという鳴き声もね。それはそのまんま、八つの年におっかさんを亡くした日の思い出につながるんです。その朝、姉さんに叩き起こされましてね、お時、先生をお呼びしてきておくれ。すぐだよ。すぐにだよ。って、慌てて裸足のまま外に飛び出して、 戻って、ゲタつっかけたりしましてね。外はまだ薄暗いんです。でも怖いなんて言っちゃいられません。カタカタ走って、お医者さんとこの戸をどんどん叩きました。先生はなかなか起きちゃくれません。玄関の前でぐるぐる回って足踏みしてひょいっと見上げたら、門の上に カラスが一羽止まってるじゃありませんか。あたしを見て一声泣きました。カーでもない。ガーでもない。喉が詰まったような辛そうな声なんです。見れば痩せこけて、羽も注げて、まるで病みつかれたおっかさんそのままでした。じっとあたしを見てまた泣きました。 足がすくんで、あ,あ、おっかさん、もしかしたら今。そう思ったら、へたへた腰が抜けちまったんです。本当でした。ようやく出てきたお医者さんの手を引っ張るようにして連れて行きましたけど、おっかさん、目を落としてました。だから私、カラスって鳥は、 人が死んだ知らせを持ってくるってこと、信じてるんです。それから2、3時間経ちましたか、ととやの女の子、まだ3つのよちよち歩きの子が、ひだ川に落ちたらしい。ともかくも来てくるよと、使いが飛んできたんです。使いというのは、こんな時、告げて歩くのが仕事の三蔵おじいさんで、 工場を言うなり飛び出そうとしたのを、ちょっと待ってくれよ。この寒いがになんでかわいなんぞと問い詰めると、わしにはようわからんけど、なんでもこもりが、お、おみつ言うて近頃来たばっかりの子よ。その子が赤んぼしょって、三つになるふうちゃんの手を引いて、ふらりおらんようになってしもた。大騒ぎしてようよう見つかったのが、 飛騨川を見下ろす崖の上よ赤ん坊はないとるお蜜もないとるけどふうちゃんはおらんのやにどこか見えんようになってしもたというそうなりゃ川へ落ちたとしか思えんじゃないかそうでなければ幸せなことやけどせやからすぐに人で集めて探すんやさあはいお行ってくるよ まだわしは知らせてあるかんならん」。三蔵おじいさんがあたふたと走っていった後家中が行き詰めて、えらいこっちゃ、すぐに行かにゃならん。苦労なるぞ、松明の用意せいや。慌ただしい声が飛び交って、この家のおじいさんとおじさんが走っていった後は、しんとして、みんな凍りついたようでした。 誰も口は聞かなかったけれど、カラス泣きが悪かったもんな。もしかして、もうダメなんやないかと、心の中で呟いていたんです。なんで、おみつゆう子は、川へなんぞ行ったんやろう。うおばあさんがぽつんと呟きました。この寒いにの、 姉様っていうのはこのうちのおばさんを私たちこう呼ぶんですけど赤ん坊に父含ませながら重い声で合図を打ちました私にはわかってましたおみっちゃんはついこの秋にととやに奉公に来た子でした目が眠ったように細くっていつも泣き出しそうな顔なんですでも たまに笑うと八重場で、あれみっちゃんってこんなに可愛かったのかななんてびっくりしちゃう。それでこっちもニッと笑ってみせると、慌ててべそをかいた顔になる。そんな子でした。来たばっかしだし、寂しそうだから、私気にかけてね。いつも世話焼いてました。ところがびっくりしましたね。 10月のあったかい日でしたけど、西の山のおどんとこで。おとき姉ちゃん、すぐ帰るから。あとは口の中で、もごもご言うと、ととやの赤ん坊をあたしの手に押し付けて、転がるように走っていっちゃったんです。あたし呆れて、ぽかんとして。ああ、そうか、きっとお腹痛くして、用足しに行ったんだ。 それに決まってるよ。なんて、のんきなことを考えたんです。そうしたら、どうでしょう。一時間経ったって戻りゃしません。二時間経っても帰ってこない。抱っこにおんぶでしょう。身動きならないとこへ持ってきて、わー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 、火のついたように泣き出して、前と後ろで大合唱。 腹が立ったの立たないのもう知らない帰ろってプリプリしながら歩き出した時おみっちゃん走ってきたんですごめんなさいとも言わないで手を出しましたからその手をピシャやりたいけど赤ん坊抱いてますからね足踏ん張ってすごい顔で睨んでやりました赤ん坊放り出してどこ行ってたのさ冗談じゃないよ 見てごらんよ。お腹すかして、ひいひいってるじゃないさ。何よ。すいませんくらい言ったらどうなの東京の下町育ちがこんな時にはもろに出ます。ポンポン怒鳴りつけながら、おみっちゃんの背中にバタバタ泣きわめく子をくくりつけました。堪忍してくるよ。おみっちゃん、おろおろしながら、でも、 変に目をキラキラさせて、トトヤへ走って行きましたっけ二三日して問い詰めました。あん時、どこへ行ったのさ黙って、下向いてるのにおっかぶせて、本当のこと言わないと、トトヤのおばさんに行っちゃうからね。意地悪く言うと、ようやくポツンと言いました。川。川 うん、なぜさ、こくん、つばを飲み込んで、川の向こうに家が見えるんや。細い目から涙が盛り上がって、あたし慌てました。この辺で変わっていったら飛騨川です。子供の足なら三十分の上かかります。出たところは高い崖の上で、 その下に平川はゆったり流れているんですそのちょうど川向こうにおみっちゃんの村があって家が見えるおっかさんはいないか一目見えないかって見えるはずはないのに見つめていたんですねあたし川と聞いてすぐその時のことが浮かびました おみっちゃん今度は赤ん坊しょったままおまけにふーちゃんという三つの女の子の手を引いて川まで行っちゃったんだあたしほーっと息が出てみるみる暮れていく空を見上げました夕焼けてるのに灰色の雲が垂れこめてきて君の悪い空でした すさまじい声で泣きながらカラスが飛んでいきます。私は耳を押さえました。カラスというカラスを引っ叩いてやりたいと足踏みしたい気持ちでしたね。むごいことよのう。あの川っぷちの崖の上に立つとおみつの家が見えるんやと。その家見たさに。 お蜜は出かけて行きよったんやと。したらお風がしっこしてって。周りに家はねえし、木の陰にしゃがませての。髪がねえもんで、ちょっと待ってろ。草でも取ってくるからって。柔らかな草探したんやと。けどなあ、もうはい冬だもの。ごそごそした枯れっぱばかりで、うろうろしとるまにひょいと見たら。 お風はもうおらなんだと村中の門が探しても風ちゃんはいなかったと言います神隠しか川へ落ちたか神隠しや神隠しや風ちゃんのおっかさんは反響乱になって仏壇の鐘を打ち鳴らし打ち鳴らし返せ戻せと 川べりを駆け巡ったって言います。神隠しならもしかしたら戻ってくるかもしれませんもの。どうか神隠しであってくれ。ひょっこり戻ってきてくれと村中が祈るように思ってました。けど、三日経っても十日経っても音沙汰なし。それでも親心ですよね。 ととやでは寒いさなか、ずっと戸を開けっぱなしにしといたって言います。ええ。神隠しなら本当にどんな戻り方をするか知れないんです。川向こうの田沢村ってとこの女の子はいなくなって七日目に屋根の上にちょこんと乗ってたって言いますもの。元気で、きょとりとしてね。けど、 ふーちゃんは戻ってきませんでした。そうしたら町の郵便局の局長さんが新聞持ってととやへおいでたそうです。どうもこれを見ると三つくらいの女の子が伊勢湾に打ち上げられたとある。ここらの川は皆伊勢湾に入るでのう。騙されたと思って言っても、行ってみてこんかって。 それで、ととやのお父さんが出かけました。やっぱり、ふうちゃんでした。なんでわかったかって言いますとね、いなくなる日、ふうちゃんがお正月に着るという着物を着たい着たいと騒いだそうです。ととやはなかなかの心情でしたから、赤い着物を用意したんでしょうか。それをばあちゃんが縫い上げた。 どうしても着たいいっていう仕方なく端切れを切って指に結んでやったんだそうです川を流れていく間に着物も下着も皆脱げちまったけど小指の赤い布だけは残っていたんですってああこれはお風の晴れ着の端切れじゃ。 お父さんはおいおい泣いたそうです。それが決め手になったんですって。い,いえね、話はそれでおしまいじゃないんです。家へ帰されたおみっちゃんが、ふうちゃんが死んであがったって知らせを聞いた日に、川へ飛び込んで死んだんです。まだうだったけど、責任感じたんでござんしょうね。 何しろあの後、おみっちゃんの父親が飛んできて、柿の木にくくりつけて、そりゃひっぱたいたって言います。ひっぱたきながら、おとっちゃんも泣いてたそうですが、そのまま連れて帰ったけど、貧しい小作の子だったって言いますから、口べらしにもりに出されて、主人の子を死なせた。じゃあねえ。 そんな子はもうどこだって雇っちゃくれません。とうでもいづらかったんでしょう、家には。あたしたち子守はその当時、つらくてつらくて子守歌も出ませんでした。歌い出すとおみっちゃんの細い目や泣き出しそうな顔が浮かんでくるようで。だって いいてくださいよ子守たちは常日頃こんな歌を歌ってたんです家へ行きたい家見てきたい家の母さんの顔見たいこの子泣くのでわしゃ死にまする 死ねばの山の土となるわしが死んだらしきびの花を立てておくれやかじるしまるでおみっちゃんのためにあるような切ない子守たでした何のかのと言いながら悪口言ったり 意地悪したり、勝手な文句を作っちゃう歌っていた子守子たちでしたけれど、その歌の通りに、家のお母さんの顔を見たいと思わず川っぺりへ行ったばっかりに、死んだおみっちゃんのことは、口に出せないほど辛い出来事だったんです。平川へ行ってみますとね、川の真ん中に色の変わったとこがあるんです。 村の人たちはそこんとこを、しびと水って言うんですよ。ゴミでも死んだ人でも何でも、そこが一番深いから、こう、芯から青くて黒みを帯びてます。そこを流れてくるんですって。男の人ならね、必ずふさってくる。大の字になってふさってくる。 女の人は必ず仰向けなんですと。昔はみんな髪が長いでしょう。それがさーっと水に流されて、顔にも体にもかぶさるようにね。ゆっくりゆっくり流れていくんですって。子供はね、もうそりゃかわいいって。横向きになって、丸くなって流れていく。 抱き上げてやりたいよって。でも、引き上げても情けないですよね。箱に入れて、足でガンと踏んで、お寺さんへ持っていく。これこれ、こういう人って、お寺さんじゃ書き留めておいて、探しに来た人があれば見せるんですと。そりゃたくさん見投げしたんですよ、昔は。 嫁さんが一番多かった。今と違って嫁さんは鶴をござんしたからね。お蚕様に病気がついたっちゃ身を投げる。旗の糸がもつれたっちゃ身を投げる。ええ、そのくらいのもんでした。おみっちゃんも主人の子を死なせて、幼心に生きていられないと思ったんでしょう。 あの川をどこまで流れたのか。ふーちゃんは三つだから横向きになって丸くなっていったんだろうな。おみちゃんだってどうだもの。まだおっかさんが恋しい年だもの。横向きになって丸くなって。抱き上げてやりたいよ。 振り絞る声が聞こえるようで私寝たかと思うと目が覚めて震えてました「ととやの家でもきっと眠れなかったと思います」それからどのくらい経ちましたか「吹きのとうが小川の川っぺりに顔を出す自分でした」 吹きのとって本当に柔らかな緑色でねういういしいったらありゃしません春だよって声が聞こえるようなんです雪解け水が山からゴッゴって音を立てて流れてくるそんな自分でしたととやがお寺に人形を二つあげたって 話が届きました私たち子守は空ってんでお寺へ飛んでいきました本堂のご本尊さんの脇優しいお顔の観音さんが祀ってありますその裾のあたりにお人形さんが2つお座りしていましたふっさりしたおかっぱの日本人形で 大きいのとと小さいいいのの仲良く並んでいるんででるす大きいのがおみちゃんで小さいのがふうちゃんなんやて物知り顔にゆう子がいてああそれはそうだろうきっとそうに違いないって私思いましたそんなことを言っちゃなんですけど大きい方もちっちゃい方もそりゃかわいいお人形でしたけれど ちっちゃい方がうんと根のある人形で、おっきい方は安物って、着てる着物からして違いますもの。あたしにはよくわかります。浅草の観音さんのあたりには、人形を商っている店がたくさんござんしたからね。あのね、死ぬくらい責任感じてるだから、あの世でもーちゃんの面倒を見てくれるやろって。ほいで、 みっちゃんの人形もあげたのやと物知り顔の子守がまた言いました突然しんと心が冷えましたみっちゃんあの世へ行っても子守かさ憤ろしいものが心の中であれ狂ったんですおみっちゃんのお母かさん泣いて喜んだんやと そうやろな私はそこらにあるものを叩きつけたいようなそんな自分を持て余しぎゅっと手を握りしめてお寺を出ましたみっちゃんの人形見たくないそう思ったんですそれからね話は10年飛んじゃいます私はもう東京へ戻って働いてましたけど 本家のおじいさんが亡くなったってんでお葬式に出ました。その時風の頼りにこの人形の話を聞いたんです。人形がね、歩くんだって言います。何でも三年に一遍くらい、ととやのおっかさんが新しい着物を縫って持ってきて、人形の着物をそっくり着せ替えるんですって。 するとその晩二つの人形が歩くんですっておからこからこおからこからこって歩くんですって嬉しくって歩くだか悲しくって歩くだかおからこからこおからこからこって何も歩きよるほで一晩のうちに 着物の裾が汚れるんやと。いろりに袖をくべながら、ぽつりと語ってくれたのは、本家のおばあちゃんでした。おみちゃん、やっぱり粗末な着物を着せられて歩いてんのふうちゃんの手を引いて歩いてんのあたしは次の日、飛騨川の崖っぷちへ、 一人で行きました見下ろすと川は青々と流れています。しびと水、そう呼ばれている黒みを帯びた藍色の流れが川の真ん中を帯のように彩ってずっと流れていきます。死ねば一緒なのに。 目をつぶると川の音が激しくなりました。嬉しくて歩くだか、悲しくて歩くだか。おからこ、からこ、おからこ、からこ。川の音に混じって、二つの人形は心の暗がりをどこまでも歩いていきます。おからこ、からこ。 おからこからこオカラコ、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 からこおからこ あり,とういますありがとうございました。